電波が届かない状況。ハッカーにとっては過酷な環境だけど、ベリタスのメンバーだもの。この程度で諦めたりしないよ。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。お疲れ様、先生。私ずっとここにいたけど。最近のキャンプ用ベッドって結構良さげなのが多いんだ。一個買って部室に置こうかな。キャンプ装備のほとんどは組み立てが簡単だから、インドア派の生徒にも需要があると思う。もちろん片付けはその何倍もめんどくさいんだけど。先生の頼みなら。待ってたよ、先生。寒くない？コーヒー入れようか？今の情報、野外環境で使えそう。うん、面白い発想だね。勉強になったよ。うん、面白い発想だね。勉強になったよ。ここは心を豊かにしてくれますね。はっ！真理の道はいくら歩いても果てが見えないね。人の心に訪れるたびにいろいろなことを考えさせてくれる場所です。いい意味で。真理の道はいくら歩いても果てが見えないね。人の心にちょっと似てるかも。真理の道はいくら歩いても果てが見えないね。なんか大きな山を見てると
先生の姿が浮かぶようになったかも。変わらない景色みたいに、先生もずっとそこにいてくれるよね。山登りは好きじゃないけど、先生と二人でならありかも。と思って。これを私に？ありがとう。私が集めたものもあげる。わざわざ外で年越しするなんて、効率性に欠けます。出かけるの？今から。もうちょっとここにいたいんだけど。ここって安全地帯ですよね。誰かに。先生。次の休日、一緒にゲームしない？これは、フォーラムのハッカーもびっくりするかも。ありがとう、先生。次はもっといい姿を見せるね。山登りで改めて銃の重さを思い知った。今度、軽量モデルに改造してみようかな。今からやるの？後輩たちのためなら仕方ない。私の計算は完璧よ。電磁パルス稼働開始。集中しに参ります。クリア。セキュリティ上まだ終わらないわ。ターゲット発見。耐え難い誘惑です。参ります。まだ終わらないわよ。暑いから気をつけてね。感謝します。感謝します。セキュリティ。まだ終わらないわよ。修復するね。装備を停止する。無駄よ。クリア。逃しません。まだ終わらないわ。こんな時こそ深呼吸。計算は完璧よ。次へ行きましょう。暑いから気をつけてね。感謝します。温まる。もう行くの？みんな、まだ終わらないよ。後ろに下がって。無駄よ。参ります。撃ち抜く。
お疲れ様でした。いい意味で。この辺にバタリガニさんのお家を作ろう。穏やかなティータイム、なかなか新鮮な経験です。